さあ、16棟の下点が完了しました。体制完了。ゲートが開いた。まずまずのスタートといったところであります。先頭に立つのは何か。花を切ったのはストーリア。そしてそのうちにラブパイロー。外を通って12番、ウォーターナビレラタガノフィナーレが上がってまいりました。ブライトンベース。外から行こうというところ。その後ろ5馬身くらいあってウィンエクレール。その外スタニングローズ、アートハウス、サウンドビバーチェ。これが一番人気のスターズオンアース。その後ろでやりましょうか。ラミュール、エリカビータ。内を通りまして11番、エグランタイン。そしてその後ろからメモリーリゾン、それからプレサージュリフト。ちょっと離れて2番、ライラックでやります。さあ前の方はどうなっているのか。これが先頭、4番、ラブパイローでやります。それからもう1頭ブライトンベース、タガノフィナーレ、ウォーターナビレラ。下がって4番手、内から1頭、5番、ストーリア、ウィンエクレールがその後ろ。それからもう1頭、7番、スタニングローズ、10番、クリゲの馬体、アートハウス。外から1頭、サウンドビバーチェ、スターズオンアース。黄色い帽子が馬込みで入れています。場内がドッと来ている。場内がドッと来ています。スターズオンアース、直線伸びてくるのかどうか。先頭秋山とブライトンベース、間を割って黄色い帽子、スターズオンアースだ。内を通ってラブパイロー。このまま粘れるか。ブライトンベース、スタニングローズ。ここで先頭に躍り出る。スターズオンアースが2番手、スターズオンアースが襲いかかる。これは際どい。内か中か外か、ゴール前大混戦になった。1着9番、2着8番、3着7番以上のように確定しました。さあ16頭の下点が完了しました。体制完了。さあ飛び出した16頭。まずまずのスタートといったところであります。果たして先頭に行くのは。12番、ウォーターナビレラが上がってまいりました。ブライトンベース、外から行こうというところ。ラブパイローがその後ろ。内から1頭タガノフィナーレ、それからアートハウス。16頭、第1コーナー右にカーブを取ります。それからもう1頭5番、ストーリア。そしてその外にサウンドビバーチェ。それから1番、ウィンエクレール。7番、スタニングローズ。ちょっと離されまして6番、メモリーリゾン。外を通って16番、プレサージュリフト。内を通りまして8番、ラミュール。その後ろでやりましょうか。エグランタイン。その外13番、エリカビータ、スターズオンアース。黄色い帽子が馬込みで入れています。ライラック前でありますが、前。これが先頭、14番、ブライトンベース。そのうちにラブパイロー、タガノフィナーレが並んでいます。ウォーターナビレラ下がって4番手。そのうちからは10番、アートハウス。そしてその後ろからストーリア。その外にサウンドビバーチェ。それから1番、ウィンエクレール。7番、スタニングローズ。さあ阪神競馬場は大歓声であります。先頭行く。オレンジの帽子はブライトンベース。先頭秋山とブライトンベース、懸命に手を動かして川田とアートハウス。頑張る頑張るブライトンベース、頑張る頑張る坂井とスタニングローズ。捉えた、かわした。メモリーレゾン外をついてスターズオンアースが来ている。しかしびっくりだ、なんとなんとメモリーレゾンが1着。6番、2着、9番、3着、2番以上のように確定しました。ゲートイン終わりました。体制完了。さあ飛び出した16頭。まずまずのスタートを切りました。先行争いであります。ラブパイローが行く構え。そして2番手に14番、ブライトンベース。3番、タガノフィナーレが上がってまいりました。15番、サウンドビバーチェ、ストーリアが並んでいます。そして外からはアートハウス。12番、ウォーターナビレラ。そのうちにスタニングローズ。そしてその後ろから1番、ウィンエクレール。
一番外へ行った16番プレサージュリフトでやります。内から1頭エグランタイン、その後ろでやりましょうか。8番ラミュール、外を通りまして13番エリカビータ、そして内からはスターズオンアース、ちょっと離されまして2番ライラック、それからメモリーリゾン。緑の芝生は両方と発表されております。先頭は依然として4番ラブパイロー、その内からはタガノフィナーレ、ブライトオンベース、外を通ってサウンドビバーチェ、そしてその内にストーリア、10番クリゲの馬体、アートハウスでやります。ウォーターナビレラ、それからもう1頭7番スタニングローズ、ウィンエクレール、外を通ってプレサージュリフトです。さあ問題は直線356m でやります。スターズオンアースは動きが悪いぞ、これは届きそうもない。先頭坂井とラブパイロー、ここで先頭に立ったアートハウス、内スタニングローズかわすか、ライラックも差を詰めてきている。プレサージュリフト届くのかどうか、このままで行くと大波乱になるぞ。一着エリカビータ、16番、3着、9番以上のように確定しました。ゲートイン終わりました。体制完了。ゲートが開いた。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。先頭に立ったのはウィンエクレール、そしてその後ろから4番ラブパイロー、タガノフィナーレ、2番手を伺おうというところ、ブライトオンベースがかわしていきました。16頭第1コーナー右にカーブを取ります。ストーリア、そしてその外に12番ウォーターナビレラ、それからもう1頭10番アートハウス、15番サウンドビバーチェ、それから7番スタニングローズ、13番エリカビータ、内から1頭9番スターズオンアース、8番ラミュール、エグランタイン、外から1頭16番プレサージュリフト、内を通りましてライラック、そしてしんがりからメモリーリゾンという展開です。前でありますが、前順位が入れ替わっておりまして、先頭はラブパイローであります。そして外からは14番ブライトオンベース、タガノフィナーレがその後ろ、そして4番手に5番ストーリアであります。内を通ってウィンエクレール、ウォーターナビレラが並んでいます。10番クリゲの馬体、アートハウス、そしてその後ろから15番サウンドビバーチェ、7番スタニングローズ。阪神のスタンドが揺れています。スターズオンアース、直線伸びてくるのかどうか。先頭坂井とラブパイロー、スタニングローズも追い込んできた、スタニングローズも追い込んできた。アートハウス一気に抜けた、スタニングローズが2番手、おーっと内をこじ開けてスターズオンアースだ。先頭ルメールとスターズオンアース、スターズオンアース1着、1番人気に見事応えました。2着、7番、3着、8番以上のように確定しました。ゲートイン終わりました。体制完了。ゲートが開いて飛び出した16頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのはタガノフィナーレ、先頭その外に15番サウンドビバーチェ、4番ラブパイローが上がってまいりました。14番ブライトオンベース、早くも2番手に行く構え、そしてその後ろから12番ウォーターナビレラ、そのうちアートハウス。第1コーナー右にカーブを取って第2コーナーストーリアが、その後ろ7番スタニングローズ、1番ウィンエクレール、ちょっと離されましてラミュール。さあ向こう流しに入りました。メモリーリゾン、16番プレサージュリフト、9番スターズオンアース、ほとんど馬体が合っています。外から1頭11番エグランタイン、13番エリカビータ。さあ第3コーナーに差し掛かります。それからもう1頭2番ライラック、前の方はまだ横一線、4番ラブパイローがレースを引っ張るようになりました。そして2番手にタガノフィナーレ、その外14番ブライトオンベース、12番ウォーターナビレラ、外を通りましてサウンドビバーチェ、その後ろでやりましょうか。アートハウス。さあ問題は直線356m でやります。スターズオンアース、直線の伸び足はどうか。ここで先頭に立ったストーリア、3番手にウォーターナビレラ、ムチが飛んだルメールとスターズオンアース、スターズオンアース懸命に追う、このまま粘れるか、スタニングローズ。
頑張る頑張る。坂井とスタニングローズ、スタニングローズ先頭、スタニングローズが1着でゴール板を通過、2着はストーリア。いい感じですね。1着7番、2着5番、3着9番以上のように確定しました。さあ16頭のゲテンが完了しました。体制完了。さあ飛び出した16頭。2番ライラック、ちょっとタイミングが合いませんでした。それほど大したことはありません。さあ何が行くのか。先頭に立ったのはラブパイロー、その外ブライトオンベース、3番タガノキマーレが上がってまいりました。ウィンエクレール、12番ウォーターナビレラ、そして内からは5番ストーリア、外から1頭サウンドビバーチェ、それから7番スタニングローズ、そして外からは10番アートハウスエリカビータ、その内からは8番ラミュールエグランタインが、その後ろ第2コーナーから向こう流し、これが1番人気のスターズオンアース、ヌメールシュ、この手応えはどうか。そしてその外にプレサージュリフト、それからメモリーリゾン、ちょっと離されまして2番ライラック。さあ第3コーナーに差し掛かります。前でありますが前、先頭を行く4番ラブパイロー、2馬身リード、そしてその後ろからタガノフィナーレ、その外にブライトオンベース、そして4番手に5番ストーリア、その後ろでやりましょうか。1番ウィンエクレール、ウォーターナビレラがかわしていきました。外を通りましてサウンドビバーチェ、スタニングローズ。さあ問題は直線356メートルでやります。先頭ラブパイロー、もう完全に足が止まった。これは激しいレースになりました。怖い馬が来た。9番スターズオンアースだ、スターズオンアースが3番手、捉えるかスターズオンアース。外から1頭エリカビータ、先頭ルメールとスターズオンアース、スターズオンアース1着、1番人気に見事応えました。当然の結果ですね。1着9番、2着13番、3着7番以上のように確定しました。一瞬静まり返る場内。さあ準備が整いました。ゲートが開いた。まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。4番ラブパイローが先頭に立ちました。それからブライトオンベース、そして3番手に3番タガノフィナーレ、10番クリゲの馬体アートハウス、その外に12番ウォーターナビレラ、ストーリア、ほとんど馬体が合っています。15番サウンドビバーチェ、それから7番スタニングローズ、そしてその後ろから1番ウィンエクレール、それからもう1頭エリカビータ、16番プレサージュリフト、それからもう1頭エグランタイン、スターズオンアースが、その後ろメモリーレゾンが、そのうちにいます。外から1頭ラミュール、差が開いてライラック。もう一度先頭から順番に参りますと、タガノフィナーレがレースを引っ張るようになりました。その外14番ブライトオンベース、内から1頭ラブパイロー、その後ろ3馬身くらいあってアートハウス、ストーリア、ウォーターナビレラ、下がって6番手、そして外からは15番サウンドビバーチェ、そのうちスタニングローズ、ちょっと離されまして1番ウィンエクレール、外を通りましてエリカビータ、それから16番プレサージュリフト。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。スターズオンアース、直線の伸び足はどうか。さあ先頭はタガノフィナーレが半馬身リード、懸命に手を動かして坂井とスタニングローズ、このまま粘れるか。タガノフィナーレ、スターズオンアースも差を詰めてきている。頑張る頑張る。サメシバとタガノフィナーレ、タガノフィナーレかアートハウスか、ほとんど同時。確定しました。一瞬静まり返る場内。さあ準備が整いました。ゲートが開いた。まずまず揃って飛び出しました。さあ何が行くのか。花を切ったのはブライトオンベース、ラブパイロー、そしてその後ろから15番サウンドビバーチェ、アートハウスが上がってまいりました。それからもう一頭タガノフィナーレ、1番ウィンエクレール、ウォーターナビレラが、その後ろ、そのうちストーリア、7番スタニングローズ、
それから離されまして13番エリカビータ、そして一番人気のスターズオンアース、うまくいっているんではないでしょうか。外から1頭プレサーギュリフト、16頭これから向こう正面であります、その後ろでやりましょうか。ナミュール、外を通ってエグランタイン、ちょっと離れて6番メモリーレゾンであります、その後ろ3馬身くらいあって2番ライラック。流れるようにレースが展開されています。順位が入れ替わっておりまして、先頭はラブパイローであります。その外14番ブライトオンベース、そして3番手に3番タガノフィナーレであります。10番クリゲの馬体アートハウス、ウィンエクレール、それからもう1頭サウンドビバーチェ、ストーリアがそのうちにいます。外を通りましてウォーターナビレラ、さあ問題は直線356メートルであります。先頭ラブパイロー、足が止まった、懸命に手を動かして川田とアートハウス、先頭秋山とブライトオンベース、スタニングローズ懸命に追う、頑張る秋山とブライトオンベース、これはハンシーレースになりました。スタニングローズ1着、サウンドビバーチェ、スターズオンアース、この2着は際どいが、勝ったのはスタニングローズだ。15番、3着、9番、以上のように確定しました。ゲートイン終わりました。体制完了。ゲートが開いて飛び出した16頭であります。まずまずのスタートかと思います。注目の先行争いでありますが、先手を取ったのはウォーターナビレラ、ブライトオンベースがかわしていきました。3番タガノフィナーレ、その後ろでやりましょうか。4番ラブパイロー、16頭第1コーナー右にカーブを取ります。それからストーリア、そして外からはアートハウス、内から1頭7番スタニングローズ、ウィンエクレール、そしてその後ろから15番サウンドビバーチェ、差が開いて8番ラミュール、外を通ってエリカビータです。そして内からはスターズオンアース、それからもう1頭エグランタイン、そのうちにメモリーリゾン、そしてその外にプレサーギュリフト、一番後ろにライラック。第3コーナーに向かいます。16頭前の方は完全に固まった。14番ブライトオンベースがレースを引っ張るようになりました。タガノフィナーレがそのうちにいます。外を通ってラブパイロー、ストーリア、その外10番アートハウス、ウォーターナビレラ、下がって6番手、内を通りましてスタニングローズ、そしてその後ろからウィンエクレール、外を通りまして15番サウンドビバーチェ。さあ問題は直線356メートルであります。先頭行く黒い帽子はタガノフィナーレ、内をすくって黄色い帽子スターズオンアースか、スターズオンアースが差を詰めてきた。このまま粘れるか、タガノフィナーレ、スターズオンアース、懸命に追う、間から1頭スターズオンアース、頑張るサメシバとタガノフィナーレ、内か中か外か3頭の争いになった。16頭のゲートインが完了しました。体制完了。ゲートが開いた。まずまずのスタートといったところであります。さあ外が行くのか内が行くのか。15番サウンドビバーチェが上がってまいりました。4番ラブパイロー先頭に行こうというところ、そしてその後ろからタガノフィナーレ、ブライトオンベース、外から行こうというところ、この辺りちょっと離れている12番ウォーターナビレラ、その後ろでやりましょうか。ストーリア、スタニングローズ、内を通りましてウィンエクレール、外を通りましてアートハウス、エグランタイン、そして内からは8番ラミュール。スターズオンアースはこの辺り16頭これから向こう正面であります。内を通って13番エリカビータ、外を通ってプレサーギュリフト、6番メモリーリゾン、一番後ろに2番ライラック。第3コーナーに向かいます。16頭先頭の方はどうなっているか。順位が入れ替わっておりまして、先頭はラブパイローであります。ブライトオンベースがその後ろ、3番タガノフィナーレ、ちょっと離れて15番サウンドビバーチェであります。そしてそのうちにウォーターナビレラ、ストーリアがかわしていきました。それからスタニングローズ、ウィンエクレール、10番クリゲの馬体アートハウスであります。阪神のスタンドが揺れています。
先頭行く黒い帽子はラブパイロー、先頭坂井とラブパイロー、さあ抜けました。ストーリアナミュールが差を詰めてきた。このまま粘れるか。ストーリア内を通って長野フィナーレ、アートハウス懸命に追う。頑張る頑張る松山とストーリア、しかしびっくりだ、なんとなんとストーリアが一着。2着、3番、3着、7番以上のように確定しました。